ついに次世代君主、俺の出番がやってきたようだな。生徒会長としての誇りを忘れず、生徒会を率いていってくれ。もちろんですよ。ところで堀北先輩、俺と一つ賭けをしませんか？賭け？どうやら次回、綾小路が佐藤から告白されるみたいなんですよ。それで？その告白を奴が受けるかどうかを賭けましょう。ちなみに俺は綾小路が断る方に賭ける。ちょっと待ってくださいよ、そっちは俺が。綾小路が断る方に賭ける。断固として譲るつもりはない。だからお前は綾小路が告白を受ける方に賭けるんだな。いや、しかしお前は賭けが成立しないような提案を持ちかけたのか。じゃあ俺は綾小路が告白を受ける方に賭けます。次回、全てを疑うことも全てを信じることも共に暗に思考を放棄するに等しい。時には強引に勝ちに行くことも重要だ、南雲。よく覚えておけ。